皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて、夏から秋にかけて頻繁に発生する台風などの風水害、避難勧告や避難指示など松阪市が発令する避難情報をいち早くキャッチして迅速に避難いただく必要があります。この風水害の避難情報について、今年からは全国的に5段階の警戒レベルを使ってお知らせすることになりました。どういった内容なのか、松阪市の防災担当者に話を聞きました。はい、これは災害発生の危険度と住民が取るべき行動を5段階の警戒レベルで示すというものです。平成30年7月豪雨では気象庁や自治体が早い段階で様々な情報を出していました。しかし必ずしも住民の避難行動には結びつかず、西日本を中心に多くの人が犠牲になる大災害となってしまいました。そこでより住民に分かりやすく伝わりやすい、また避難行動につながる情報とするため5段階の警戒レベルを設けたということです。はい、5段階の警戒レベルでレベルが高いほど危険度が増します。レベル1とレベル2は気象庁が発表します。この段階では大雨注意報などの気象情報を受け取り、災害への心構えを高め避難に備える必要があります。そして大雨警報や洪水警報などが発表されるなど、さらに災害の危険度が高まったとき、市は警戒レベル3にあたる避難情報の避難準備・高齢者等避難開始を発令します。高齢者など避難に時間がかかる方は避難を開始してください。また警戒レベル3を発令した段階で避難所を開設します。さらに危険度が高まり、土砂災害警戒情報や河川の氾濫危険情報が発表されたとき、松阪市はその時の状況等から総合的に判断し、避難勧告、緊急性が高いときは避難指示を発令します。このタイミングがレベル4です。対象地域の住民は全員避難を開始してください。すでに夜間で道路が冠水しているなど危険な時には無理に避難所へ行かず、ご自宅の2階など高いところへの垂直避難をしてください。そして危険度が最も高いレベル5は、河川が氾濫するなどすでに災害が発生しているという状況ですので、命を守るために最善の行動をとっていただきますようお願いします。避難所情報は松阪市ホームページでも公開しています。ぜひ事前の確認をお願いします。それでは今回のラインナップです。スポーツの全国大会に出場する選手を激励するスポーツ激励会が行われました。献血の啓発イベントが松阪ショッピングセンターマームで行われました。松阪市と株式会社長栄軒が災害時の炊き出し供給に関する協定を締結しました。広報松阪8月号の見どころをご紹介します。暮らしの安全情報をお伝えします。